Greetings Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. 聖剣伝説 Visions of Mana の情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに、個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され、長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに、聖剣伝説ビジョンズオブマナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Ishii from Graves. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズオブマナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から、自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する、海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上で、ヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジロによく似た仙山公や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。
今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として、聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・マナは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田くんを中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズオブマナは、今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。